皆様こんばんは。ようこそメゾン東京へ。これから30分間ショーケースを担当させていただきます、ピアノ即興詩人川瀬博士と申します。どうぞよろしくお願いします。では最初に私のオリジナルで、モントレゾール私の宝物をお聴きください。ありがとうございました。私の時間はですね、全ての即興演奏になります。ただ今のもオリジナル曲で、今まで3枚アルバム出してて全部に入っているんです。こちらにもあるんですけれども、アレンジは毎回異なります。では早速皆様からのリクエストをやっていきます。残酷な天使のテーゼからいきますね。
ちょっと原曲とだいぶ変えちゃってすいませんでした。今日だけのバージョンです。こんな感じで皆さんのリクエストをなんとなく思いつきでアレンジしていきますのでよろしくお願いします。今の曲も次の曲もエヴァンゲリオンに関係ありますかね。フライミントゥーサンを聴きます。月様が、ね、すごく綺麗なんですよね。多分私結構ここで演奏させていただいてるんですけど一番いい感じで映ってますね。Thank you.
はい、ありがとうございました。なんかちょっと変でしたね。はい、もう一曲リクエストいただきましたのが、リチャード・クレーダーマンのメドレーというので、最近ねあまり聞くことないと思うんですけど、昔大流行りだったんで、いろんな、名曲をこのメドレーでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。最後の曲はですね、よく連弾でやるんですけども、星空のピアニストという曲になりました。これで全部で揃っちゃったので、また時間ありますね。それではアナと雪の女王、レディーゴーですね。そろそろ時間がなくなりますが、なんかこれだけは聞きたいという曲あれば言っていただければと思います。それでは久しぶりにこの場で作曲というのをさせていただきます。月と、ね、スカイツリーも綺麗なのと、今日東京タワーがもしかしたら下だけ光ってましたね。そんな夜に、月の夜という曲をするでしょうか。
は30分間ありがとうございました。また後半はですね、8時半から続きさせていただきます。私の方もちょっと自己紹介だけさせていただきます。ボランティア演奏家としていろんなところでコンサートを無料で開催しております。今月近いところで1月21日の土曜日かな、二俣川、横浜なんですけれども、サンハート音楽ホールというところで100人ぐらい無料でご招待になってますので、その場でもいろんなリクエストを受け付けるのはもちろんなんですけれども、いろんなミュージシャンが集まってそれぞれが心に響く素晴らしい音楽というのを届けるそういう企画になってますので、よろしかったらいらっしゃってください。また来月は2月26日に、鶴見サルビア音楽ホール、週末には、横浜市イギリス館とか、たくさんありますので、あちらに名刺がありますので、今後のスケジュールはホームページでご確認いただければと思います。ではまた後半もよろしくお願いします。ピアノ作曲指針川瀬博士でした。